はい、化石ホリダーやっていきたいと思います。だいぶ久々ですね。ちょっとなかなかやれておらず、ちょっと手持ちも変わってはいないんですけれども、とりあえずやりたいなと思ってちょっとやっていきます。どんどん進みます。とりあえずストーリー詰まるところまでは進めてもいいかなと思って、もしね、積んじゃったら、あれですね、強化します。怪しい雰囲気漂っている。バトルの準備はできていますか？何、怪しい雰囲気やだな。もうやってやろうじゃない。ダメじゃん。あ、またやってくれるの？どうしたの？また大きな岩に困ってるの？困っております。この岩の向こうへ行きたいのね。いいわ、壊してあげる。優しくない、この人ずっとね。それくれそれ私にくれ。さあ、これで通れるわ。はい、ありがとうございます。え、別にバトルなんかなくない？うわ、最悪。最悪。うお、金だ金だ。え、ごめん、どこにバトル要素があるの？いや、通れたけど。あ、これか、これだ。はい、あれ、私大丈夫？あ、ここじゃないの？あれ、来た。真剣なハニヤを手に入れた。おめでとう。そしてご苦労様。このハニ、そのハニは私がいただくわ。何を言っているの、あなた。さあ、渡すのです。お断りします。さようなら。早く渡しなさい。怖っ。それ何？え、何？超ファンタジーじゃない？うわぁ。尻尾生えてますけど。マグマの熱で変身ホログラフィーが溶けてしまったわ。あら、残念だけど正体を見た人間をそのままにしておけない。嘘でしょ、恐竜に変身した？恐竜だったの？尻尾生えてたけど、そういうこと？待って、これいらなくない？これやめてよ。うわ、いけるかな。積む？もしかして積んじゃう私。いや、本当だよね、わかる。姿もパッ、え、ちょっと待って、600もあるんだ。600族だ、600族。あれ、どっちだっけ、下がってるのはダメなんだっけ、いいんだっけ。とりあえずこう来ちゃおう。えい。よいよ。あ、全然いいダメージ出てるよ。いけんじゃない？ちょっと、ボーン。あ、でも全然倒せそうですよ。りなちゃんには悪い。あ、下がったわ。やっぱ下がるよね、そりゃね。ってなったら、この子は生き延びていってほしいから、私も次下げようか。そうだね。ネオウにしようかな。で、ネオウのネオウコンボ、どんなも入るかな。それ次第だよね。あ、でも結構相手のね、 HP がちょっと多いので、まあ、そこがちょっとあれですけど、全然通る。ロボファイナル、ファイナル、あなたじゃ爆発しなさい、ロボなんだから。いやー、強いの、強い、あ、全体攻撃か、最低だね許せない、倒します。ネオスペシャルいっちゃおうかな。はい、ほらほらほら、
いいダメージ、めっちゃいいダメージ。いいよいいよいいよ。ちょっと待って、どうして追撃してくれないの？こういう時こそじゃない？待って、サポートえぐ。え？見ました？今のサポートの数値。ちょっと頭おかしい。結構頭おかしかった今のサポートの数値。ちょっと待ってよ。何してんのよ。ハンドリュー出ちゃったじゃん。ハンドリューでも倒せそうかな。どうかな。ダメだよね多分。相性悪いもんね多分。15、24、33。うわ落ちそう。もうちょっとなんだけどな。いってー。うわ、信じらんないって感じ。あなたこれで終わりよ。よし、ほらほら、つえ。よし、倒した倒した。そう、アンドリューがね、ちょっとほんと交代したいんだけどね。アンドリューね、できないからな。これ400えぐくね。ちょっとやばくない？ミス！お疲れ様さ。ねえやめてよ。本当にさって。ミス！お疲れ。やばめじゃない？よし。どうしよっかな。交代した方がいいかな。でもさ、このラストパワーみたいなのですごい強くなってるから、今一気に攻め立てるのがいいんじゃないかなって。ね、鬼強い鬼強い。やば。いいよいいよいいよ。超仕事してる。50でしょ。使わなくていいかな、50だったら。いやでも殴っとく。ワンチャンあるかもしれないもんね。22。あ、全然ダメでしたね。避けて。あ、まあそうだよね。いやでも頑張ったよね。すごく頑張ったと思う。もう感動しております、私本当に。いや勝てたね意外と。よし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 。でもこの人は何だったの。ユターがランクアップしました。ユターか。アンドリューなんか15ぐらい上げてほしいんだけど、ポイント。まさか私が負けるなんて。弱かったわよ、マンカーあなた割と。自信？え？何？ちょっとどういうこと？え？踏み潰されてお亡くなりになった？助けますか？まあでもこれって言ってしまえば子供向けゲームじゃない。やっぱ優しさを見せた方がいいんだろうなと思うから。はい。時間内に矢を壊してください。え？どういうこと？なんでもいいのこれ。ぶん殴ればいい？え？なんでもいいんだよね多分ね。俺俺俺俺俺。あ、こんなん楽勝よ。壊すだけなら楽勝。うん、丁寧にやんなくていいのに。丁寧にやるのが苦手なんだからし。どんだけガサツな人なのって感じでしょ。うん、捨てきれないわ。終わったみたいです。
どうして助けてくれたの？あなたから無理やり埴輪を奪おうとした私を、しかも恐竜、待って、恐竜人って言うんだ、である私をどうして？わからない。人間が怒らなくなったわ。この地震は何なんですか？え、どこ行ったの、あの子。いつもワンテンポ遅いわね、あなた。マグマグ火山にいたのね。今のすごい地震だったね。でも無事でよかった。それ、チンケな埴輪。見つけたのね。この埴輪を届けにおじいさんのところへ行きましょう。そうね。じゃあ帰りましょう。なんかでも思ったよりだったわ。もっとやべえのかなと思ったけど。違う。ATM いらないです。いいです。はい、おにぎりなんです。はい。とりあえず町へ帰ります。どうした？大変です。何、どうしたの？ガラギャオスタウンが BB 弾に乗っ取られてしまいました。は？え？BB 団のボスはリッチモンドビルを乗っ取ってしまいました。え、おじい様は？あ、そうね。 BB 団のボスはガラギャオス島の化石をすべて自分のものにしようとしています。はい。 BB 団のボスって、BB 団のボス、急じゃない？なんなの、邪魔よ、あんたたちどけなさい。戦う。なんか急に RPG っぽくなってきたもんね。アンドリュー持ってる。許せない。あなたのアンドリューは偽物よ。信じられない。なに、前回にパワーアップしていますって言ってる。パワーアップしたところでじゃない、でも。ねえ。所詮 BB ライン。弱え。まあ後ろから攻撃してるからだろうけど、なんで後ろから今攻撃したの？嘘でしょ。これね、いろいろ下がってるからちょっと交代した方がいいと思うな。この3匹がなんだかんだ言って最強なんじゃないかっていうね。あ、でも意外と減ってない。お、いいね、いいよいいよいいよ、ナイスだよ。個人的にはもっと発動してほしいなって思ってる。うん、あ、めっちゃ下げられる。なぜそんなにさ、必要以上にアンドリューなんだろうね。え、なんで？いいんだけどね、別にいいんだけど。じゃあ、まれだ、いよいよもう物語もクライマックスを迎えていってるのね、きっとね。わかんないけど。そういうことはね、だって敵がいっぱい攻めてきてるってことは。ね、でも BB 弾とあの恐竜ウーマンは関係ないわけでしょ。あんのかな、関係。この戦い地味よ。とても地味な戦いが続くよ、これ。どうしよう。アイアンヘッド君久しぶりに見たな。入れ替えるか。どうぞ。いや、ナイスだよ。
ナイスすぎるよ、うん、よし。アンドリューは言うてもね、言うてもなんかそんなに、え、何、あなたが攻撃するのマスカの、びっくりよ、え、強っちょっと待って、鬼強じゃん、信じらんない。え、ピンチってやつ、これがやばい、死んだかも、うん、最悪だ、最悪の展開だ。いやでも負けられないじゃない、さすがにこんなさ、あなた誰みたいなね、 BB 弾の下っ端に。いける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 よ、よし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 、一撃で仕留めたのはでかいよ、うん、効くのかな、どうなんだろう、61痛い、だいぶ痛い。交代します。で、はい、うわー、タフだね。あ、でももうちょいもうちょいもうちょいで終わる、うん、いけるいける。より強いんだけどえ、そうじゃない、さっきの人より全然強いよね、嫌なんですけど。恐竜人より強いじゃん、どういうこと、はい、よし、手に汗握る戦いではあったよね、確かにね、うん、あ、嬉しい、よかった、2人とも帰ってくれてね。 BB 弾でいっぱい見たいよ、嘘でしょ、そんなにいっぱいいるの、避けて通りたいわね。リッチモンドビルなんてまっすぐ行けば行けるのよ、避けるの馬ね、まあ、舐めんなよって感じ。え、リッチモンドビルってどっから行ったらよかったっけ、こっちだってる、あ、違う、これ彼女の部屋だ、あんたの部屋にも用はないのよ、うん、でもよかったじゃない、あんたの部屋荒らされてないわよ、うん、それだけ朗報ね、はい、お前は言うた、この前よく目やってくれたな、しかし今日はそうはいかんぞ、臭い飯食わされた恨みを晴らすために手に入れたリバイバー、いてつくブロント、でそのリバイバーと言われているこの強さに驚いたよ、攻撃力も防御力も桁違いなの、え、なんかそれください、ハニはなんかに用はない、最強リバイバーいてつくブロントでお前たちをぶっ倒してやる、あーでもいった、あの待って、ハテナなんだけど、どういうこと、え、何これイベントバトル、それとも本当に勝てるやつ、どうしよう、イベントだったらイラつくよねミスね、999はおかしくない、いやいや、おかしいおかしいおかしい、これデッキレースだよ、許せない、こういうの本当に、こういうの一番クソですよ本当に、おかしいでしょ。ねえ、やらせやらせ、ほんとに。なに、ほんと。くそ。マイナス100度キックって何？は？あ、カウント入ったよ。いや、もう17しか削れないんだけど。これ意味ある？どうせミスでしょ？なんかもう立ってるだけでいいのかなと思っちゃう。ほらね、もうどうせ何してもミスなんだ。なるほどね。もう何もしない。
もうどうしようもないもん。もうこのマイナス100度キックをいやいや受け続けるしかないんでしょ。だったらあんたもっと強い技使いなさいよ。なんか全体攻撃全体に3桁みたいなね。なんでないのよあなた。そうだよね、イベントだよねこれ。さすがにね、どうしよう、これでイベントじゃなかったら私泣くんだけど。結構スタンドリューワンチャンやってみる。意外と当たるかな。当たんないよね。でもさ、凍てついてんだけど燃やしてやればいいじゃない。ほら、ね、終わりです。アンドリューは多分一撃で終わると思う。さすがにね。てか技それしかないのかな。一撃だよね。一撃耐えれたら他の2体が強いって感じだよね。ムカつく取り締まる。何なの偉そうに。え、いや、ユータの負けで分かってるわよ。でもイベントだよね。そうだよね。どういう原理？人凍ったんだけど。凍りついたか。こいつらを牢屋に放り込んでおけ。マジ？どういうことなの？あ、溶けてる。よかったね。死んじゃうもんね。気がついた？どうやら私たち牢屋に閉じ込められたみたいね。どうしたらいいのかしら。本当よね。なんか牢屋でしょ。抜けられない。おじいさんは無事なのかな。何とかしてここを出ましょう。あの壁ぶち破ればいいんじゃない。どう、これこれ、ちょっと匂う。やだ。窓には鉄格子があっちではまっている。え、嘘でしょ。窓じゃないのよ、この。窓しか見れない。ものすごく強いリバイバーだったね。あなたが勝てるリバイバーなんてあるのかしら。いや、それはそう。本当にそう。あれ、ズルだよね。今後あの人ズルって呼ぼう。何もね、持ってないのよ、しかも。あ、そっか。ぶち破ることもできないんだ。持ってないから、掘るやつを。取り締まるは BB 弾を使って何をしようとしているのかしらね。バーバー。何あなた。お前 BB 弾。私たちを処刑しようっていうの。待って、そんな重い話なの？処刑されるの私たち。私たちを助けてくれるの？なんで？助けてくれるみたいよ。ついていきましょう。いい犬だったわ。あ、今のうちに行けって。優しい。見つからないようにね。案外やっぱね、しょうもないのよ BB なんて。やっぱりね、今の普通バレるよね。あら、おじいさん無事だったのね。よかったよかった。あ、あの女たちもいる。この三人組は助けてくれたんじゃよ。意外なんだけど。あなたたち BB 弾なのにどうして私たちを助けてくれたの？ボスのやり方についていけなくなったのさ。ボスはなぜあの埴輪が必要なのか最後まで教えてくれなかった。そして凍てつくブロンと、あのリバイバーを手に入れてから部下は使い捨ての駒。私たちもいつボスに捨てられるかわからないからね。ところでその凍てつくブロンド強いのか。強いなんてものじゃないわ。ユータのリバイバー一瞬で全滅。一瞬じゃなかったわよ。ちょうどかかったわよ。伝説の恐竜なんでげし。
ディグディグ族の族長を騙してて、最低だね。だったら族長に行けば凍てつくブロントの倒し方わかるんじゃないか。行きましょう。恐ろしの森へ。族長さんに凍てつくブロントの倒し方聞く。ディグよ。あ、ディグってまた言ってる。くれぐれも気をつけてな、頼んだよ。なるほどね。じゃあ行くか。よいしょ。なんかでもあれだね、そのもっと強いあれかな、手持ちを増やさないとやっぱ厳しいのかな、これからね、みんなこう発掘に行くんじゃないんです、ここに行くんです、ディグディグ言いに行くために行くんです。はい、よし、じゃあディグディグ族のところまで行ったら今回終わりますか。結構怒涛の展開でしたからね。なんかいろいろすごいよね。いや、まさかあの3人組が味方になるパターンとは思わなかったね。なんかどこか憎めないやつらみたいなポジションではあったけど、まさか味方になるとはって感じ。よし、ではですね、今回なんかこの辺で終わりまして、次回どうでしょうね。ディグディグ族の族長、多分なんかあれなんだろうな、なんかパワーアップするでも何かをしろとか、ああしろとか言われるのかな、わかんないですけど。とりあえず今回これで終わりたいと思います。バイバイ。